皆さんこんにちは、スーパーケイジです。先月ごめんなさい、ごめんなさい、先週高専向こうお話され役所 OB、ま、荷物をまとめてテレビ1週間ありがとうございます。先週、正しい理解を追い出され、一週間、いろいろ考えて、今日、正しい理解、行こうとしました。そして、急遽だったので、あまりうまいこと言えずに、まあ、今日までいたり、スタッフも急遽集め、みんな選挙経験したことが基本ない、認識ありましたことない、コースありましたことない。だけど、短期間で、どうなったかが、手伝ってくれて、今日この場に始めました。確かに、今まで日本一周行ってみますと、まあ、参議院で全国の全国の講演会を聞くで、なんで、おい、参議院の前になんで俺が正しいんだと、勝てるわけないだろ。それはもちろん思います。だけど、投票する人誰もいない。あ、失礼、出馬する人誰もいない。約11万人有権者がいますが、大体選挙に行く方が大体3万8000人、4万人、約7万人ぐらいの方が今日出てる。大体その 7万人の方が大体年齢が大体若いですね。ただ、埼玉は1万年齢が若いと思います。やっぱ、今の時、僕今35ですよ。小学生ですね、自治体ありますけど、世間ではまだ35歳。何でもやれるの、それを証明したいと、まず、思ってしまいました。今までいろんな三つの思いだったり、必ず選挙があったと思うんですけども、1年前くらいから春、まあ、議員の方が出ないから、今、現地の人に何か出ないから、出たら、いか考えることもありますけど、6月に向けて、ずっと選挙を回す。その拠点に、選挙。活躍したいと思ってやって、なぜここで進むかですけど、何も他の団体が擁立を立てられない、無道理もある。だけど、今の試験に関して、ね、全員が 100% 動いている、今の現象の中がやってればいいと思うんですけども、実家から電話、ごめんなさい。本当に今何が相談しますか、絶対やめようと、6月に参議院で、トラウコンテストして、うん、もう負けんか、絶対言うな。でも、自分はどうしても街を歩かに人をしない。無道理だからやるの、選ぶ権利もないのは嫌だ。そういう意見はあるわ、自身で。これで、今の人も確かに、別に若いし、僕らにも何もないし、裏にもないし、別にね、市議会議員、僕と先生、県議会になって、まあ、それは向かうところね、経営を避けたりは考えないだろう。でも、選ぶ選択肢がないのに、何になれないのかなと、この時出ると思ったんで、なんだかんだ、出ない。で、まあ、一応、他の候補者かけようと思って、まあ、ポスターの会場を作って、9くらい、参議院選挙はとか、絶対ダメだと、何とお願いします。まあ、今日、はい、今日だからね、今、チラシ、自分の持ってる方に、任せたいと思うんですけど、頭は本当にそんなに良くはない。中毒。やっぱり政策とかね、頭の中で勝てるわけないんで、何とか何と市民に寄り添うじゃないですけど、ずっと歩いたら、小学生でも、政府が追いかけてくれる、多分、絶対取れないかなと思ってる。確かに経験は、市議会やって、県議会やって、国会議員やって、そんな人になる。それは普通の報道だと、それももちろん分かってます。確かにこれだけ人間が前面で出たわけじゃない。だから絶対取材を全部断ったし。ね、取材を受けて、そうじゃなくて、中小企業とかも、経営者の中小企業、半年でも、空気入れて、頑張ってください。確かに本当にもう、負け戦になる可能性があるのが怖いなって、本当に思ってました。他の団体も出ないし、だから自分がやるしかない。なんで市長これやって、前回に入り込まれたって、東京都知事、次は市長になったのって、次は村長これやめてよ、本当にこれが違う市だったら、絶対出ません。同じだからこそ、投票できる権利がない。それは避けたい。それが一番の思いです。ただし、やるからには、僕の見方は絶対政治に興味がない7万人の中の方に近い。今の現象の方はどうしても評価を伝えて、つきどころがない、つきあたりもない。大丈夫か、だから本当にこれからも露出度というのは全然関係ないと。だから本当にずっと YouTube さんも気にして、一番大事なのは、ね、毎年というのも最初はそうですけど、本当に草の根選挙でやっていこうとしま、まあ、正しくなりますけど、本当に東京期待してる人もいると思うんですけど、やっぱり、ね、本当にふざけそうじゃない、今回は。必ず、市長これから、まあ、挑ましていただくと。なので今日から1週間戦いなので、もし今に正しい方が1票出たらですね、1票出たら絶対勝てないと、1人が3票、5票、5票、そうなれば使うのではない、もう今の人にも市長選挙あるんだ、今日初めて知った人もいましたし、所詮そんなもんだ、あーなんか入ってたら、なんて言うか、でも、ね、実際投票でも汗が始まりますよ。コンビニに弁当買ってご飯温めるのと変わりない。なんで盛り上げる気がなると普通になりますけど、本当に注目、それは必ずやりたい。なので今日知ってまして来ました。まだね、この1週間ずっとスケジュールが決まってなくて、どうしようどうしよう、みんなさんも全部全部ないんで、ね、基本的に上位の方ができて、今までのない歴史のような正しい選挙頑張っていきますので、どうかどうかよろしくお願いします。本当にこれだけは本当にね、頭があるだけど、もし役所にした場合、頭いっぱいの学歴ある人なんで、別にびっくりしません。東大かなって感動するわけでもない。そういう人、そういう分野が得意なのか、畑ぐらいが得意なのか、興味を持たせるのがうまいのか、いろんな方がいないとダメやなと思って、何も心配しないで、何度もやらせると僕は必ず証明して、マスコミや新聞、世論的にはね、それ知識、それは分かります。でもこういう聞き方はね、3万8000人、4万人、残りの7万人、絶対にそれ興味がない。もしそういう人たちを心を動かせる、必ずやりますから、よろしくお願いします。株主会が正直には、ちょっと整理してるわけで、誰かがね、あれ、喧嘩だったので、出てましたけど、僕はもう、つながりだけに来て、写真撮ったり、そういうのは僕、何しても見てわかるんですよ。なので、何でも感じても、受けるんじゃなくて、取材がなくても、人を歩いて走って、言うても走りますから、そういうことで、今回、ちょっと取材できませんって、今言ってました。選挙の時に、最後まで当選コーナーで配信してくるんですよ。喧嘩だったって言われましたけど、見たんですよね、自分の時は。でも、正しい意味の形じゃないから。なので、一番いいのは、そういうね、露出が多いのは、必ず、草の根選挙、草の根選挙、必ずやってみてください。よろしくお願いします。それは、電話で考えてましたよ。必ず7万人、死んだ人、死んだ人、死んだ人、寝るってる人、若いですか、最後まで。不可能ではない。必ず、やって、見せる、所存でございます。じゃあ、本日から7万方、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。
決意はここです。いやだってこれだってすごい準備したんだよ。これはね、もともとプールなんです。なんで今日プールなの？あ、そんなに勝ってたの？違う人出してるんです。でも、最近ちょっとやる。ちょっとだから、それは、はっきり言わせてもらいますと、選挙当日5時までというのは解説場所もおかしくないんです。被害者は言いますよ。僕は出るつもりでしたけど、でも今後のために負けになる可能性だったら気をつけるんだ。だって、大手メディアの時代では3日前に決意したんですよ。決意はそうですけども、周りの方がやれるやれる。でも、間違う方は出るんですけど。いや、でも、これ知りませんよ。あとに、YouTube 動画の嘘ついたら書いてなかったんですね。じゃあ、3日前嘘なんか書いてませんでした。3日前に嘘っていうのは、本当に嘘ではないです。何回も悩んでます。悩んでるのは事実です。最後の最後で、5時まで分かりませんか。今から出てきても別に問題はないんですよ。自由です。ただ、被害者はいないと。ちょっと名前がいいようなんて申し訳ないですけど、他の人出して、自分が裏にいるのが一番、やっぱ自分だろう。そういうことです。よし。またちょっと別で、生配信じゃなければ受けないと。あとは、中の本当に、人と市民の方を優先に行こうと思ってるので、そこだけご理解ください。よろしくお願いします。許可制でやります。すいません。失礼しましょう。